新ホーム駅併設のバス乗り場北野白梅町駅は、京都府京都市北区下白梅町にある、京福電気鉄道北野線の駅である。駅ナンバリングは BQ。1925年の北野線の開業時には、設置されていなかったが、1943年の京都市電西大路線の全通に際して、京都市電との接続駅として開業した。開業時の駅設備は、 路面電車停留場のような簡素な作りであった。開業時の駅名は、白梅町駅であったが、当駅北野間が1958年7月に、休止の後同年9月15日に廃止された後、北野駅と白梅町駅の両駅名を合わせる形で、現駅名に解消され、その翌月に、旧駅舎が設置された。北野は当駅のある地域を示す。 地域名であり、白梅町は当駅のある町の名前である。雑誌、鉄道ファン連載、電車を訪ねてもランの記事によると、北野線の路面区間上に白梅町電停があったが、京都市電の延伸に再支障害となるため、交差点西側の現在地に移設された。つまり、北野線自体も、廃止区間以上に若干短縮されていることになる。 旧駅舎外観旧駅舎構内旧駅舎周辺改良工事に伴い旧二番線校車ホームと旧乗車ホームを活用した二面一線の駅となった。東端式三面二線ホームでホーム全体がドーム状の屋根で覆われていた。乗車は中央のホームから行い、多客時などを中心に駅員配置時は校舎扱いは両端のホームで行うことが多かった。 トイレは一番線側の校舎ホームの端に設置されていた。通常は一番線のみ使用。駅員配置駅だが18時までの時間帯限定となっているため、校舎時の運賃支払いは、駅員配置時間帯は改札口で、それ以外は運転士が車内で実施していた。駅前は京都市内の幹線道路である西、王子2と今出川2が交わる。 北野白梅町交差点に面し、交通量も多い。北野白梅町バス停、ありがとうございます。